どうも、ゆうさです。さあ、では、需要があるのかないのか分かりませんが、パート8、いきたいと思います。ドラッグ S3 ですね。はい。わしの代わりはもういらん。よし。じゃあ、次は、ノアニールですね。ノアニールに行くんですが、お金400か。鎖かたびら欲しいな。なんか売れそうなもの買ってましたっけど、ないな。あ、銅の剣。銅の剣ぐらいですか。銅の剣売っ払って。1円足りひん。1円か。惜しい。1円稼いでこよう。いやー、買っといた方がいいと思うんですよ。僧侶にね、僧侶に渡しておいた方がいいと思うんで、ちょっと1円だけ稼いで。出た。お使い。ポンドね、ポンドに武器を与えるという選択肢もないこともないな。遊び人ですけど、まだそこまで遊びすぎてないんで、遊びまくりでもないんでね。が、そのやり鎖かたびらで革の鎧を本さんつけれるかな。無理か、無理か。そらそうだね。装備はいまいちなんすけど、ちなみに勇者が、革の鎧、青銅の盾、革の帽子か。守備力は低いっすね。で、ドルも低い、ユーロも低い。まあまあまあ、こんなもんか。全員30代、全員30代なので、しゃあないな、お金がないんすよね。買えるものならね、危ない水着買いたいですけど、100% 無理やし。じゃあノアニール行こう。ルーラ使うか。ルーラ使いますか。よし。まあ、たまるでしょう。このダンジョン行くんでしょうけどね、多分溜まるでしょう。デスフラッター、さまよう鎧。まずはさまよう鎧から。あの、ホイミスライム呼んでくるから。あー、まあまあ強いな。やっぱり敵がちょっと強くなってきた。ちょっと待って待って待って、2回攻撃か。めちゃくちゃ食らったんですけど。これいきなり殺される。よし、これきついな。このカラスめっちゃ強い。よし、あー、洞窟となんかあるね。
があって、あの左の方にはなんか色が違うマスがあったんで、どうしよう、先色違いマスの方に見に行ってみますか。一旦。きついな。推奨レベルがどれぐらいなのか分かりませんけど、結構きついですね、戦闘自体は。毎回視線くぐってる感じ。はい、お、エルフ。ここはエルフの隠れ村よ。あ、人間と話しちゃママに叱られちゃう。ヒヒーンかな、これ。ヒヒーン。お、おじいちゃん、俺、おじいちゃん。村が眠らされたのはわしの息子のせいじゃ。あいつがエルフのお姫様と駆け落ちなんかしたから、息子に代わって謝りに来ておるのにちっとも許してもらえぬ。ほうほうほう。人間には物は売れませんわ。お引き取り遊ばせ。いやねー。ひー、人間だわ。さらわれてしまうわ。人間を眠らす力はあるくせに、さらわれてしまうのが怖いんですね。その昔、娘のアンは、一人の人間の男を愛してしまったのです。そして夢見るルビーを持って男のところに行ったまま帰りません。所詮エルフと人間、アンは騙されたのに決まっています。人間など見たくもありません。立ち去りなさい。怒っとるな。全然解決してないですね、この話。そんなに悪くもないような気もするんですけどね。何がわかんねんって話ですけど、えらい進めるなこれな。これ落ちしたことは悪くないと思うけどな。そういうこと言ったらあかんのかな。しゃあないっすよ、そんなね。好きになってしまったんだから。さあ、敵がどういうのが来るか。あ、これ系か。いけなくはない、多分。しか、あのゴリラとか出てくるかもわかんないですね。ゴリラ出てきたらちょっと辛いか。OK。 できればサクッと終わらせたいけど、そういうわけにもいかないかな。おっと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 、ほい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 、何？この洞窟のどこかに回復の泉があるそうじゃ。あるやん、これちゃうの？これではないのか。紛らわしすぎるやろ。まあでも嬉しい情報ですね。回復の泉があるっていうことは MP も回復させられるはずやから、もうあの思い切って使いまくっていっても大丈夫ですね。ユーロの MP を、魔法を結構使いながら、回復しながら安全に行った方が良さそうですね。よしよし、いいこと聞いた。これが分かってると分かってないとでは大違いですから。おっと、ヴァンパイア初めて。さあ、どうなの。弱い。ここには一体でも目的がちょっとよくわからへん。これ、ここに夢見るルビーがあるのかな。いまいちちょっと目的が不明なんですけど。マヌル？マヌロか。マタンコ。ういこのマタンゴ野郎。なんやったかな、なんかの漫画でマタンゴ野郎っていうセリフ出てきたような気がする。何やったかな、湘南純愛組かな。いいですね、マタンゴ野郎。なんかもうバカにされてる感がすごいですね、マタンゴ野郎。決まった。弱い弱い。まあ眠らされるぐらいのものかな。よし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 、大金入ってるわ。宝箱の大金は嬉しいな。
あえずこっちかな。バリードドッグ優先かな。このルカナン来るんで、キャド、キャド強っ。もう守備力最低。キャド、あかん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 。大丈夫かな。倒しきります。よし、危ない危ない危ない。もうこんな危ないわ。やっぱりルカナンはきついっすね。強い。うわ、ドル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 。危ない、危ない、本当に危ない危ない危ない。早く、よし、もうほんま危ない。あ、間違えた。そういうの、よし、間に合った間に合った。危なかった、死んでましたね。やばいな、なんかあっという間に MP がもう底をつきそうな勢い。まずいな。これでもう勇者はゼロね。回復の泉、来てくれ。最初のターンは余裕ある。ルカナン多分やってきますから、リターンで倒せばいい。よしよしよし、いいねいいねいいね。おー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 、呪文覚えた呪文覚えた。何覚えたやろ、2つも覚えましたね。おキアリー来ました。そしてもう1つは戦闘中。もうバギーでしょ、バギー覚えたでしょ。これは多分かといって使えないですけどね、現状は。ほら来た来たんやけど、MP ちょっと温存した方がいいという判断をします。ここは温存で。カカカカカカカ、さあ倒しきってくださいよ。できれば倒しきってくれ。して、あー、よし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 。左と右分かれてんのか。あ、回復の泉か、違うっぽいな。うわー、めっちゃしんどい、しんどいっすこれ。うわ、シャドウがね結構強いんですよ。あとね、攻撃も割と重い。あー、間に合うかな。間に合え。あー、そっちか。ふう、残念、勇者が行かれました。しゃあないですね。まあここから変えるのももうあれなんで。いやー、でも帰った方がいいか、帰った方がいいか。命の木の、いやー、帰ります、帰ります、一回帰ります。お金がもったいなさすぎることに気づいた。一応死ぬとお金半分ですから、お金半分プラス、なんや、お金半分プラス仲間が全員死んでますんで、それを生き返らせるのもまた必要。お金がね。
お布施がいるんで、相当無駄金が必要になりますからね。今せっかく900もう1000弱溜まってるのが何の意味もなくなるのはちょっと辛すぎる。これは何としても持ち帰らないと。あー、また間違った。ちょっと逃げ戦略で帰りたいと思います。道は分かってるんでね。いやー、やばかった。よし、意外と何にも起こらず。風、これでもまあお金かかりますからね。ちょっと勇者の装備なんか買おうかな。900ゴールドでなんかしら買えるでしょう。買っとかないと逆にやばい。何かを、鉄の鎧欲しいですけど、欲しい、あ、武闘技欲しいな。武闘技欲しいな。こっちかな。こっち買います。ドルの装備を。よし、この方がマシやな。で、命の記録を召し上がって、MP 温存するならね、ルーラーを使わない方がいいんですけど、どうしましょう。キメラの翼が一つだけか。一個は持っときたいんで、じゃあ買いますか。クラスの25。まあまあまあ、これなら買えますわ。よし、じゃあ行きます。再挑戦。うわ、ついてないなー、もう。うん。デスフラッター強すぎ。あーだだだだだだ。おい。おい。強いわ、こいつ。攻撃力だけで言ったら、今までで出会ったやつ一番強いかも。総攻撃力。総攻撃力だけで言ったら、すいませんね、滑舌が悪いから滑舌が悪いから自分でも何言ってるか分かんない。総攻撃力、出た、嫌いなやつ。よーし、強い、仕留めてしまえ。じゃあ、どっけしそう。今頃あんまいらないんですよ。キアリーがあるから。まあいいや。フード、どっちから行く？中途半端になった。すげえ中途半端になった。よし。いい感じにレベル上がっていきますけど、遊び人がちょっと止まったか、成長が。あ、そうか、神田田の経験値に入ってなかったから。
そ、洞窟入るまでに結構つらいですね。さあバギー行ってみます。どうなるどうなる、どれぐらいダメージ、 MP 使用 MP は4。うわ強い強い強い、よしよしよし、これは便利、4でこれはありがたいですね。一発入れとくだけで相当楽になる。マヌーサ入れて長引かせるよりかはもう撃っちゃった方がいいですね。あいつ旅人の服持っとった、どこに持ってて挟んどったんかな。怖いわ、考えたら怖いですね。明らかに旅人を過去に襲ったことがあるってことですもん。怖すぎるやろ、あんなやつに襲われて殺されたらマジ怖い。ボミオス、まあ、素早さ下げて来られてもそんなに影響はないかな。まあ一回先制されますけど、ね、まあ、まあ大したそれほどのマイナスではない。さあ再び出やがったな、マタンゴ、マタンゴ先生、このマタンゴ野郎。さあ来た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 、そう、よし、レベル20で転職できるんですけど、今が12でしょ。あーまだまだまだやな、まだまだっすね。よし、バギっちゃって、あんまり効かない。んー寝るな。うわードルのみ、寝るな寝るな。まあ強いっすね。正直その全員が結託して甘い息を吐き続けてきよったら相当な脅威ですよ。攻撃役と甘い息吐き役に分かれてちゃんとね理論だってきよったら、まあ、こっちもなかなか難しい。まあそういう敵山ほどいますよね。もうちょっと頭良かったら勇者ご一行なんか余裕で勝てんのにみたいな、あの魔法使いとかもそうなんですけど、変身したね、変身したフリーザがデンデを殺すんですよ。最初にドラゴンボールの話です。最初にデンデをね殺すんです。それはなぜかというとデンデが回復役やっていうことをに気づきよるんですよ。だからまず回復役を立ち寄るんですよね。あれはねすごいその頭いいというか、そういうことなんですよ。やっぱりやらなあかんのは、あかんあかん、ちょっと誰か起きろや、もうあかん、おい、よしよしよし、危ない危ない、もうめっちゃ危なかった。だから魔法使い4人とか出てきてた時も本当にメラを単純に1人に集中させればよかったんです。例えばあちょっとチラチラっとこうアイコンタクトで勇者勇者行こうか勇者行こうかみたいな感じで言っといて、で4人ともの行動をメラしかも勇者選択で、もうそれはもうひどいことになりますよ。とりあえず勇者を倒すでしょ、まあ、それでで次って感じ、順番にキャラクターに集中攻撃していけば余裕やから。ドラクエのパーティーなんてもろいもろいもんなんですよ、ほんまに。もう集中されたらそれだけで終わりやし、通行の一撃とかを変に食らったらそれだけで終わるんで、全然その辺の保険がないんでね。
きついな。毎回回復きついな。ちょっとここまっすぐ行ってみます。うわあ、こっちもつながってる。あ、ここに出た。ということはラッキーですね。これで、ということは正解がここやね。ここが正解ね。あれ、ちょっと待ってください。よし、メール来た。はい、あ、これ回復やな。多分これ回復っすね。ルカナンとか使いたいな。こっちが使いたい。ボス戦とかでルカナンとかね、気持ちいいですからね。バイキルトとかね、攻撃力倍になるやつ。おお、全開。きたきたきた。これはありがてえ。正直ここでレベル上げしたいもん。ここでレベル上げしたらよかった。過去、これはちょっと楽にレベル上げできますね。また帰りに一回一洗礼浴びてから帰るとして、まあ、まずは先に進みましょうか。回復させてくれたってことはボスがおったりするんかな。ちょっと僕記憶があんまりないんですけど。どうやったかな。うん、長い長いね。ミレミトっていつ覚えるんですかね、あのダンジョン脱出の魔法。ミレミト覚えてないと、この帰りも含めてつらい。まあね、ファイナルファンタジーシリーズは、基本的にゲームオーバーになったらやり直しなんですけどね、やり直しですけどね。ドラクエはゲームオーバー、まあ、今のドラクエはどうか知らないですけど、そのファミコンのドラクエに関して言うとゲームオーバーはないんですよ。厳密に全滅したらまたお金が半分になって、所持金が半分になって、で教会に戻されるだけなんですよね。教会やったかな、王様のとこやったかな、ちょっとどっちか分かんないですけど、どっちか戻されるんですよ、全滅した場合で。勇者だけ生きてて、あと3人が死んでるから、まあ、生き返らせるっていうところから始まるんですけど、逆に言うと損だけなんですよね、そのリスクとしては。だから例えばこう超奥深くにある洞窟、あ、超奥深い洞窟の超奥深いところにあるアイテムを取らないとダメだったとするじゃないですか、仮にね。力のダメ持てない。そういう時にもう死ぬっていうことができるんですよ。わかりますかね、自殺するというか、まあ死んでも、死んで戻されても結局自力で戻ったこととそんなに変わらないんですよね。お金が減るだけで。だからもうめんどくさいから自殺するっていうのはよくやってましたね。
自分で自分を攻撃してさっさと死んじゃってみたいなことを、結構ドラクエはそれがあり、ファイナルファンタジーとかは結構気が利いてて、行き道を戻らされるみたいなのはあんまり設定としてはなかったとは思いますけどね。ボス倒したらもうその奥に出口があってとか、そういうパターンが多かった。あとイベントが始まってとか、ドラクエはね意外とそれがないんですよ。普通に淡々とね話が終わるんで、神田田のところも覚えていただいてると思うんですけど、あれたまたま塔やったから飛び降りて終わりましたけど、実際あれ塔じゃなかったら買い出されてますからね。それにしても目的物がないな。しかない。あ、ありそうありそう。これはありそう。深い。深いっすなぁ。うわ、変なやつ来た。人食いが。強い。うわ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 、やばいやばいやばい、ポンドが。あー、逃げようかな。逃げます。あかん。耐えろ。あー、死んだ。ポンドが行かれた。戦うという選択肢をした方が良かったかな。いやー、先制されたら辛いわ。いや、もうここまで来たらちょっと戻るのはもう嫌なんで。お、あたたたたたたた、あ、あ、違う、絶対あれや、絶対あれなんすけど。あー、おっしゃ、あれは間違いないぞ。問題はあれをどこから、どこからあそこにアクセスするかですね。逃げる。はあ、あー、もう多分逃げれば逃げるほど逃げやすくなったはず。あかん、あかんで、これもう僕に戦う意志はないんですよ。もう必要なものをなんとかもぎ取って帰ればそれでいいと思ってるんですけど、あー、ないなー。逃げれない。くっそー、終わったかなこれ。あーあー、言うてた通りになりました。言うてた通りになりました。ああ、王様の前ですね。申し訳ないっす。もちろんいいね。はい、死体を3体引き連れて悲しみの行列でございます。ああ、クソ悔しいな。あの逃げる判断の失敗からもう一気に決壊してしまった。さあ、あそこまで行ったのにね。Thank you.
はい、最終的に74ゴールド残った。マシやマシマシ残っただけマシっすわ。よっしゃ、丸裸にされた。あー、くっそ悔しいな、悔しいな。もう本当にもう目の前やったんですけどね。よし、じゃあ再挑戦いきましょう。あ、ちょっと時間なんで、じゃあ動画移動します。ナンバー9へ移動お願いします。